った。オサ、俺は何なの？一体何をやっているのさ。そうか、見たか。ちょうどよかったかもしれないな。どういう意味？聞きなさい、カナンダ。修道院の孤児たちのことだ。お前にはまだ話していなかったがね。ここの子供たちは、商品なんだ。子供は高く値がつくんだ。男なら労働力として、女なら俗物の慰み者としてね。どちらにも使えない欠陥品なら、バラして内臓でも売りさばけばいい。とても有用なんだよ、子供というのは。わざわざ拾い集めて育てるだけの価値がある。何を言ってるの？今までここにいた子たちを何人も売りさばいてきた。しかし、私もいかんせん年でね、買い手を探すための長旅も体に応えるようになってきた。だから、カナタ、そろそろお前に継がせてあげよう、この商売を。まあ、初めは不安だろうが、大丈夫だ。私もまだ手伝いくらいはしてやれるし。ん？どうした？ふざけないでよ！何わけわかんないことを言ってるんだよ、父さん！どうした、カナタ？何を怒っているんだ？何って、おかしいでしょ、父さんの言ってること。子供たちを売るなんて、そんなの。どこに問題がある？ここにいる子供たちは私が拾ってきた。放っておけばのたれ死んでいた命だ。それを拾って育ててあげて、あげく有意義に使ってあげるんだ。商品として扱ってあげることがあの子たちの幸せに決まってるじゃないか。違う、全然わからないよ。本気で言ってるの、父さん？本気だとしたら、父さんは人間じゃない。何をそんなに動揺しているのか。ああ、そうかそうか。お前は不安なんだな。偉大な父と同じことができるのか。大丈夫だ、カナタ。だってお前はよく言っているじゃないか。孤児たちを守ってあげる、助けてあげると。違う。よかったな、お前は同じ血の流れる私の息子だよ。違う。そうだ、ちょうどいい。これをお前の初仕事にしよう。ミゼラは美しく育ってくれたからね、とても高く値がついた。拾った甲斐があるというもの、最高の恩返しだ。カナタ、これを明日お前が買い手に渡しなさい。ああ、そうか。お前もミゼラを気に入っていたな。もちろん知ってるよ、父親だからな。じゃあこういうのはどうだ。買い手と交渉して少し分けてもらうというのは、うまくやれば腕の一本くらい置いていってくれるかもしれないぞ。いや、足の方がいいかな。顔と体さえあれば要はこと足りるだろうし。黙れ。ん？黙れ。もう聞きたくない。いやだ、もうたくさんだ。俺はミゼラは誰にも渡さない。私に逆らうのか。どうしてしまったというのだ、カナタ。うるさい。俺は